こんにちは、宇都宮市数達生態委員長の鈴木達也です。本日は、当院で扱っているテープ、今発音おかしかったですね。テーピングですね。テーピングについて、動画を撮らせていただきたいと思います。当院で使っているテープなんですけど、こちら、じゃん、キロテープって柔道整復師業界とか、あと整骨院とか治療院業界だと、聞いたこともある先生も多いと思うんですけど、このキロテープって、普通のテーピングと何が違うのか。で、やっぱりこれがすごくいい商品なんで、うちも使わせてもらってるんですけど、このテープ、だいたいキネシオロジーテープと同じようなね、こういう感じのテープって多分薬局とかでも売ってるんですけど、薬局とかのテープと比べて何が違うのかっていうと、元々の素材自体が違うんですよ。キロテープ何でできてるかっていうと、ポリエステルなんです。マイクロファイバーでできていて、普通の一般的な、キネシオロジーテープっていうのはコットンでできてます。綿でできてる素材なので、水お風呂とかに入って濡れちゃったりすると、綿にいくら撥水加工してもやっぱ湯船に浸かっちゃったりとか、2、3日使ってくると中の綿に水が染み込んじゃうんですよ。そうすると皮膚に触れてるテーピングが水でべちゃべちゃな状態になるので、ずっと湿ったものが皮膚にくっついてる状態になります。そうすると皮膚がすごく不衛生な状態になってかぶれてきちゃったりだとか、テーピング自体のこの伸縮性がなくなったりだとか、なので効果がね持続しなかったんですけど、この新しいキロテープっていうのは、もともとポリエステル、水を吸収しない素材に対してまた撥水加工をしているので、水で濡れても既存のテープよりも全然乾きが早くて、皮膚を清潔な状態で保てるんですよ。なのでうちの患者さんでも平均して1週間か2週間ぐらいはずっと貼りっぱなしで、浴槽とかもそのまま入ってもらって、で長い人は3週間ぐらい持ちます。このテープを貼っただけで、3週間ぐらい持ってくれるので、すごくその3週間の間日常生活に戻ってもその治療の効果が持続できるような形になります。でこのテープ自体もいろんな貼り方があって、テープを貼るだけで痛みが消えたりとかもするので、もし、宇都宮で、あんまりね強い刺激のマッサージ店だとか、なんか指圧だとかカイロさんだとか、そういうところであんまり強いのは嫌だなっていう人は、一度数達整体院をお越ししてみてください。テープだけの治療とかもねやってますので、なるべく少ない治療で、あなたの希望に添えればと思います。本日はこのぐらいで、キロテープおすすめです。はい、よろしくお願いします。さよなら。